いただきます。あ、美味しい。かぼちゃの味が。甘さもちょうどいいですね。かぼちゃのお餅もこういう風にね、すごい柔らかくて。はい、今回はかぼちゃの白玉団子を作って、小豆から煮てぜんざいを作りましたね。普通にもうかぼちゃじゃなくても普通に白玉こねて普通の団子でもいいんですけど、もう小豆一晩今回漬けたんですけど、もういきなり煮始めちゃってもいいですよ。一晩漬けた方が確かに柔らかくなるのは早いんですけどね、漬け忘れちゃったからって言って明日じゃなきゃできないってわけじゃないので、うん、いきなりこう、ジャッと入れて、水ジャッと入れて。とにかくまずは柔らかくするだけ。柔らかくなってから味をつけるっていうのがコツですね。一度味をつける前に、煮てた煮汁は一回捨ててくださいね。やっぱちょっとね、渋みが出ちゃってるので、その渋みに甘さつけても、ちょっとね、甘さのメリハリがちょっとつきにくいので。で、あれ、どん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 煮詰めていけば、いわゆる小豆、あんことかね、おはぎとかのこう、あれぐらい柔らかく、こう、ドロンとなりますからね。今回は、かぼちゃの白玉団子と、ぜんざいを作りました。それではまた、次回の動画で。